三宅さん、はい、赤コーナーですが、今あの聖堂会館の石井館長にお話を伺ったんですが、この後この勝者が佐竹と戦うわけですよね。そうですよね。どちらの方が組みしやすいか伺ってみました、はい、そうしましたらチャンプアの場合には左のミドルキック、ローキック一発、はい、そしてブランコの場合には右ストレート一発、はい、どちらも一発の怖さがあるので変わらない、どちらが来ても非常に怖い選手だというふうに話していました。そうですか、はい。赤コーナーサイドのリポーターはフジテレビの長坂哲夫アナウンサーでありますが、聖堂会館石井館長の、言葉を伝えてくれましたけれども ね、はい、今館長が言われたようにですね、チャンプはサウスポーなんですよね、で武器はですね、はい、左のミドル、左のローと、はい、左のストレートしかないんですよ、ただこれはものすごく強烈なんですよね。そうですよね、逆にチカティックはですね、右のパンチはアーツより強いっていうですね、ことをトム・ハーリック会長、シカティックの先生なんですけども、が言ってましたから、はい、この一発対決でしょうね。そうですか。それからシカティックには首相撲という、ね、武器もありますね。そうですね、やっぱ首相撲をやると大きい方が有利ですからね、はい、これだけの体重差になりますと ね、組んでしまえばシカティックというところでありますが、おそらくチャンパーはそのあたりを十分考えているでしょうから。今の連打ですよね、はい、チャンパーはケッと言ってパンチ打つんですよね、はい、あのコンビネーションですね。いいですよ。負けてませんか。はい、負けてませんね、はい、両者ともあまり動きません。ご覧のようにリング中央にらみ合って体勢を、さあ回し蹴りを見せました。ただ食った場合ですね、はい、破壊力があるのはスカティックですよね。やはり ね、一つですから、ああいうクロスした時ですね、チャンパーがパンチを食わないことですよね、チャンパーもしかし動きが速いですね。そうですね、速いですね、相手に、あっと、あのローラー、いいローですね、左のローキック、これがチャンプアゲンソンリット、蹴らしといてローですね、ムエタイ最強戦士、まあ、チャンパーにとってはちょっと肘を封じられている分だけ ね、 そうですね、今回はハンデかもしれませんが、さあ飛び込んでいった、さあ首ついた、ただやっぱり公開スパーリングなんか見てもですね、はい、チャンパーの蹴りはこれだけ世界の一流のキックボクサーが、はい、集まってるんですけど、チャンパーの蹴りになるとみんながもう注目しましたね。そうでしょうね、あっと足に、これはお腹のあたりを捉えました。さあロープに詰めていく、アウコシカティックであります。このアウコシカティックもですね、53勝5勝、あーっとー、これです、さあこれは立てないか、さあ立てないか、ファイティングスタイルは取れたか、取れたか、ロックアウト、ロックアウト、チャンプアゲソンリット1回戦で敗退です、ね、やはりブランコシカティック、いやもしかしたらチャンパーやるんじゃないかと思ったんですけど、今チャンプアゲソンリットがなかなかいいところを見せていたんですが、やはり一発のパンチ力、この重さというのはブランコシカティックの方が上でした。着陸道場が送り込んできた最後のまだ見ぬ強豪ブランコシカティック、体重の差ですね、はい、カウンターでいい風に入っちゃいましたからね、やっぱ攻めてたのはチャンパーの方がいい蹴りとか、ね、いいパンチを出してたんですけども、はい、やっぱりもうヘビー級同士の戦いですから、さあ見てみましょう、この12キロの差、カウンターで入りましたね、